皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマチョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。今回はこいつかな。よっしゃ、俺の昼飯のターンだ。まずは弁当箱をドローして、今日のメニューは俺特製のちょい悪弁当だって誰に説明してるんだよ俺は。まあいいか、中途半端は良くないな。ここは一発きっちり説明しておくか。かば、まずは第一層、ご飯の上におかかとを乗り、そして2層目、ご飯の上に昆布と乗り、さらに3層目以降はご飯と海苔の間にそれぞれ鶏そぼろ、卵そぼろ、でんぶ、ごまと続く。6つの階層が6度を表してるって寸法だ。そしてそれぞれの階層を包み込むのがちょい悪の象徴。漆黒の階層、海苔、その上に唐揚げ2つ。これが別名ちょい悪ティラミス弁当の全貌だ。くっ、思わず力を入れちまったぜ。さてと、説明はそれぐらいにして、早速いただきま。あ、ストーカー先輩のお弁当ってお手製なんですか？違いますよ、塩ですよ。ちゃんと ちょっと喉を詰まらせてな。言ってませんよ。それより何が入ってるんですか？千代にもちょっと見せてくださいよ。それよりってことは、千代ちゃんはわざわざこのクラスまで俺の弁当を見に来たっていうのか？あ、全く違います。千代が用があったのはゆかり先輩でした。忘れるなよ。おい、ゆかり氏、お客さんだぞ。はぐ、もぐもぐ。西村君、呼んだ？あ、ゆかり先輩、ずっと探し てたんですよ。先輩？あ、ストーカー先輩はもういりませんから、あっちに行っていいですよ。やかましい！何があっち行けだっつーの。ここは俺の席だろうが。まあまあ、落ち着いてくださいよ、ストーカー先輩。そんなことより。ゆかり先輩、今日もかっこいいですね。とっても素敵です。ほら、ストーカー先輩も褒めて。なんで俺が、全く意味がわかんないな。またそんなこと言って、急におだてるなんて。さては千代ちゃん、今日もお財布忘れてたんでしょ？行く。やですね、ゆかり先輩たら、千代に限ってそんなことを。ふーん。あ、あります。思い切り会っちゃいました。ごめんなさいします。だから何か奢ってくださいよ。千代ったらお腹が減りすぎてあばらと背中がくっつきそうなんです。パク、もぐもぐ。それを言うならお腹と背中でしょ。構造上背中とあばら骨はもともとくっついてるわけだし。さすがゆかり先輩、ハックガクーよ、物知り博士。千代に先輩を見習わせてください。先輩と同じものを食べて先輩みたいに素敵になりたいです。仕方ないわね、可愛い後輩の頼みだし、今日もお姉さんが奮発しちゃおうかな。やったー。それじゃあまたですね、ストーカー先輩。今日はごちそうさまでした。二人の先輩のおかげで千代は午後の授業を生き残れそうです。ごちそうさま。しかし、見事なぐらいまんまとゆかり氏のやつにおごらせるとは、やるな、千代ちゃん。さて、俺もおとなしく弁当に戻るとするか。ん？なあ！俺の唐揚げがない！一体どこに？まさか、千代ちゃん、恐ろしい子。でも、まあいいか。喜んでくれたみたいだしさ。というわけで今回はこの辺で、ドキマチョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。